はいどうも、森です。今回は明治安田生命 J1 リーグ第18節湘南ベルマーレ対サガン鳥栖のマッチプレビューをやっていきたいと思います。久しぶりの動画となりましたが、前回配信からはルヴァンカップ川崎フロンターレ戦2対0とリードしていながら2対3と逆転負けとなりました。非常に良いゲームをしていた中で強度が落ちてきた部分での交代の遅さと交代で入ってきた選手のゲームの噛み合わなさが残念な試合でしたね。ただ試合の入りと前半の戦い方は素晴らしかったと思いますし、そこをベースに後半の戦い方を修正していってほしいと感じたゲームでした。そして直近では柴田選手が福島ユナイテッドへ期限付き移籍ということでなかなか出場機会が得られなかったですが、福島で実戦経験をしっかり積んでまた戻ってきて活躍する姿を見てみたいですね。柴田選手頑張ってきてください。ということで話を戻し、リーグ戦マッチプレビューをやっていきたいと思います。さあまずは両チームの直近のリーグ戦成績と対戦成績を確認していきましょう。ご覧の通りになっております。まずはホームの湘南ベルマーレは現在勝ち点12、リーグ順位は17位です。湘南ベルマーレは現在リーグ戦10試合未勝利と非常に厳しい状況が続いています。やはりここまで16試合全てで失点をしている守備の緩さが改善せず、難しいシーズンを過ごしていますね。直近のルヴァンカップ川崎戦では2点リードしながらも残り20分で3失点と守りきれず逆転負けとなってしまいました。得点は奪いつつも勝てない試合が続いている中での後半戦となりますね。さあ一方アウェーのサガン鳥栖、現在勝ち点23、リーグ順位は10位です。直近5試合では2勝3分けと湘南とは対照的に負けなしが続いております。湘南ベルマーレとは開幕戦で戦っており1対5と大敗をしましたが、直近はしっかりチームの状況も良くなってきている中で迎える後半の初戦、ホームで食らった大敗の借りを返し、調子が悪い相手をしっかり叩きたい一戦になってくるのではないでしょうか。さあそんな両者対照的な状況となっておりますが、湘南ベルマーレとサガン鳥栖の直接対決直近6試合の成績も確認していきましょう。ご覧の通りになっております。直接対決では湘南が鳥栖に対して2勝3分け1敗です。サガン鳥栖に対しては勝ち越していますね。直近では2連勝中で2試合で8得点と素晴らしい結果を出しています。ただ内容で圧倒する試合はほとんどありませんが、鳥栖に対して得点はそこそこ奪えている印象がありますね。ただ現状の課題である守備、鳥栖相手に複数失点せずに守りきれるかは不安がかなりあるところです。直近の相性では良い相手なだけに、後半戦の巻き返しを図る1勝をここで奪っていきたいところですね。さあ続いて今節の両チームの予想スタメンを発表していきたいと思います。今節の予想スタメンはこちら。まずはホームの湘南ベルマーレ、フォーメーションは 3-5-2、 ゴールキーパーソン・ボングン選手、3センターバック高橋選手、山本選手、杉岡選手、ウィングバックに石原選手、畑選手、アンカーにバラダ選手、インサイドハーフに小野瀬選手、タリク選手、そして2トップに町野選手、大橋選手という布陣を予想させていただきました。前節からは4名のスタメン変更を予想しました。3センターバックは全て変更で、直近のルヴァンカップ川崎戦でのスタメンを予想しました。やはりリーグ戦での山本選手のセンターバック中央が見てみたいですし、ボールを運べる高橋選手も見てみたいですね。そろそろクリーンシートの試合を見せてほしいところです。そして2トップでは町野大橋コンビに期待をしていきたいところです。町野選手は海外移籍の話も多く出てきましたし、移籍前にしっかり活躍を見せていってほしいところ。そして大橋選手は直近のルヴァンカップでも2得点と復活してきましたし、
リーグ戦でも得点量産していってほしいですね。さあ一方、アウェーのサガン鳥栖はシステムは 4-2-3-1 を予想しました。ゴールキーパーパク・イルギュ選手、4バック原田選手、ファン・ソッコ選手、山崎選手、菊池選手、2ボランチに川原選手、手塚選手、2列目3枚長沼選手、森谷選手、岩崎選手、そしてワントップに小野選手という布陣を予想させていただきました。サガン鳥栖に関しては前節からの変更なしで記載させていただきました。サイドのスプリント力のある岩崎選手と石原選手のマッチアップ、そして開幕戦では圧倒的なパスセンスとフリーキックで再三チャンスを作られた川原選手に注目をしていきたいですね。さあそれでは今節の見どころです。今節の見どころとしてはこちら、強度の高いプレス勝負というところを挙げさせていただきました。今節は前線から強度の高いハイプレスをかけるチーム同士の対戦ということで、どちらが90分プレスをかけてボールを奪えるかが勝負を分けるかと思います。開幕戦では湘南のハイプレスとトランジションの速さで鳥栖を上回り5得点快勝をしましたが、後半戦では同じような試合展開を見せていけるのか、そしてこの長い未勝利のトンネルを抜けられるのか注目です。さあそんな今節の両チームの注目ポイントとしては、まずはホームの湘南ベルマーレとしてはこちら、90分強度を保つ人選交代策をというところで、湘南ベルマーレとしては開幕戦快勝した相手なだけに良いイメージを持って臨みたい一戦です。鳥栖は自陣でのショートパスでのポゼッションも多く、前線でのハイプレスをしっかりはめに行きたい試合となりますね。基本的には直近のルヴァンカップ川崎戦のように簡単にロングボールを入れてくるような相手ではないので、相手にボールを持たせつつプレスをはめてショートカウンターで得点を奪っていきたいところです。注意していきたいのはポゼッションでの中盤へのプレス強度。開幕戦快勝となったものの、中盤での川原選手のポジショニング、パスセンス、セットプレーのキック精度に完敗していた部分がありました。ここを自由にさせないためにもインサイドハーフの運動量が重要になってくると思いますし、後半でプレス強度が落ちてきた際に早めの選手交代で強度を保ちたいところ、そして縦のラインをコンパクトに保つことで相手の中盤にスペースを与えない守備を90分徹底していきたいところですね。そして期待をしたいのはもちろん得点。直近のルヴァンカップでは強引な持ち出しからのシュートと自ら起点となりボックス内で相手の前に入り込んでのダイビングヘッドでの得点で、怪我明けながらも調子をすぐに取り戻した大橋選手の得点力には注目をしていきたいですね。開幕戦鳥栖戦でもハットトリックを決めていますし、今節もサガン鳥栖相手に得点を決めていきましょう。さあ一方、アウェーサガン鳥栖の注目ポイントとしてはビルドアップの精度と縦への仕掛けです。サガン鳥栖としては現在リーグ戦6戦負けなしと調子が良い中で、今季開幕戦で大敗した湘南との一戦、後半戦ではやり返したい気持ちが強いと思いますし、 VAR の取り消しがなければ開幕戦も3得点は奪えていました。守備面で狙っていきたいのはサガン鳥栖も強度の高いプレス。湘南はビルドアップが得意ではないですし、相手が最後尾でボールを保持している際は積極的にプレスをかけてミスを誘発させたいですね。特に湘南の左サイドからのビルドアップは精度が高くないですし、鳥栖としては右で囲い込んで奪い切る狙いも持っているのではないでしょうか。個人的には左サイド起用と予想している岩崎選手が右サイド起用で持ち味のスプリントでプレスをはめに来たらかなり詰まるんじゃないかなと思っています。そして攻撃面で気をつけていきたいのは湘南のハイプレスを自陣で捕まらないようにしていくこと。湘南のインサイドハーフが鳥栖のサイドバックにプレスをかけに来た際に、いかに手薄になる中盤をうまく使えるかでプレスを回避できるかが変わってくるかと思います。また前進していく中で攻撃の起点となる川原選手をより活かすためにも湘南のハイラインでコンパクトな守備を攻略していきたいところ。
湘南の守備陣を下げさせるためにも積極的な縦への仕掛けを図っていきたいですね。特に縦にしっかりスプリントしていける岩崎選手がどれだけ湘南の最終ラインの裏をついていけるかで相手を押し下げられるかが決まってくるのではないでしょうか。ライン間を間延びさせれば間違いなく中盤が生きてきますし、川原選手を起点とした攻撃から湘南を攻略していけるかに注目です。ということで、湘南としては後半戦早く悪い状況を変えたい一戦ですし、前半戦2勝してるうちの1チームということで、ここでシーズンダブルを決めて流れを変えていきたいですね。今節は両者の強度の高いプレス勝負に注目をしていきましょう。ということで、今回は明治安田生命 J1 リーグ第18節湘南ベルマーレ対サガン鳥栖戦のマッチプレビューをやってきました。この動画が良いなと思ったら、チャンネル登録、高評価、コメントしてくれると嬉しいです。また次回の動画もお楽しみに。バイバーイ。